弱い犬ほどよく吠える。だが知ってるよな。俺は強いがよく吠える。どうもジャミーです。今日もバーサスフランスの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。テトリス戦ですね。さあ、このツモは開幕 DT 砲かな。さあ、DT 砲組んでて、それに対してフランス側が、開幕パフェ済み。J ミノ、S ミノでパフェ取れる。さあ、結構、ここ、パフェなんで、なんだ、お邪魔が来たが、直列で来てるんで、まあ、全然問題ないですね。さあ、相身のまでは、繋ぎようかちょっと迷ったけど、下穴を、まあ、利用するという判断で、繋げなかったですね。まあ、相身を刺してしまうと、その、リソースがなくなってしまうので、今のは繋げない判断で、火力を保持したっていう戦術ですね。さあ、これ、しっかり、J ミノ、L ミノと削ってから、連の繋がったテイスミンダブル強い。からの、さらに、ホリ連で、Z ミノ、I ミノ、J ミノ、T ミノまでの9連。これは強いですね。9連まで繋ぎから、さらに、テトリスを送って、総裁外して、テイスミンダブル。フランス側もホリに行ってるが、ちょっと2ライン消しで下っている。そこに、LJ イルジョンからのテトリス。まとめ打ちをして、それが刺さる。まあ、これは、ホリエンの9連までが強かったですね。それでまあ、普通に有利になって、まとめ打ちで刺さった感じかな。まあ、ホリエン強いですね。しっかり、ルート見て、全部繋げて、確実に有利を取っていくと。さあ、T スピンダムの形で、相手が、T スピン、TST タワーですね。TST タワー組んでて、さあ、火力高めだぞ。それに対してでもこちらも、6年、7年、8年までのホリエン乗ると、さらに下穴も相当いいんで、これは強い。さあ、フランス側がちょっと地形が悪すぎて、刺さる。これはさらに、アイミの、エスミの、ティミのまでのホリレンのルートが繋がるんで、相当強いですね。あ、フランス側の地形ももう辛いのを見越して、しっかり、火力を送って、普通に刺しましたね、これは。さあ、パフェ済みでパフェが取れて、さあ、直列うまい。これは、うまいですね。しかし、2連パフェ来る。J ミノに2連パフェ。さあ、今度は、まあまあ穴バラになったぞ。さあ、お邪魔を送ったんで、なんとか3連パフェあったが、3連パフェを阻止していく。さあ、総裁外してから、フランス側が総裁外して、T スピンダブルからのテトリス。それが、こちらも総裁当てて、ホリレンのルートかな。ホリレンのルートだが、あまり繋がんなかった。さあ、しっかりちょっと穴バラ回避のために総裁当てて、テトリスからのホリレンのルートですね。エルミの、アイミの、J ミの、オーミの、T ミの、オーミの、S ミのまで。これもホリレンの9連強い。さあ、これで圧倒的有利になって、T スピンシングル。フランス側が、アイミノがちょっと遠かったんで、間に合わず刺さりましたね。まあ、でも、妥協を決したとしても、こちらの火力が、まあ、どんどん遅れる状態なんで、まあ、あそこはアイミノを無理やり間に合わせないと厳しいかな。多分、そう判断して、アイミノを引きに行ったんでしょうね。しかし、こちらの攻撃が、アイミノを来る前に、送って刺さる。やっぱりホリレンでこのままあ有利取りましたかね。ホリレンで順調に有利取って、順調に火力を送って刺していくと。ホリレンのルートやっぱりしっかり見ること重要っすね。しっかりホリレンで、掘ってって、相手に穴バラやっぱり送れるっていうメリットがあるんで、相手の地形を競り上げつつ、まあ穴バラを送れるんで、圧倒的に、有利になると、ホリレンは。なんでしっかり、まあネクスト見ながら下穴見て、まあいろんなルートを、見ながら、しっかり繋げていくってことですね。まあ、それがまあ難しいんですけどね。しっかり、ネクストを見るっていうことですね。もう一つ見ていきましょう。これは DT 砲かパフェ済みですかね。ちょっとソフトドロップ多くなってしまうパターンなんで、パフェ済みにしていく。さあ、パフェが取れて、フランス側が T スピンダブル。T スピンダブルだが、総裁外してもよかったけど、今当てましたね。当てて、順調にこっから総裁外していくという構えで、だったが、フランスが相当穴がいいんで、どうだろう。しかしまあ、こちらも言うほど悪くないな。さあ、T ミノ、Z ミノ、L ミノまでの9連が強い。さあ、総裁外してテトリス。若干地形が微妙だが、まあ、無理やりテトリスにして、火力重視からの、テトリスで、さあ、T スピントリプル組みにいた。これは強気。TST を操作やってって、ちょっと次の T ミノが遠いが、T ミノ間に合わせていく。この T ミノ間に合えば強いですね。その、積み込みの分で積み込んでいるんで、
しっかり低ミノを間に合わせることにより、この積み込んだ分の連が発火できると。J ミノ。あ、今、エルミノ指導の方が良かったかな。Z ミノ、エルミノってやったと思うんだけど、ちょっとエルミノ指導の方が良かったですかね。連の繋ぎ方的には。しかし、それでも、ホリレン普通に強かったんで、そのまま刺さる。まあ、T スピントリプル、じゃない。おっと、これはどうした?これは、ちょっとなんか、まあ、コントローラーの事故が何か起きたのか、ちょっとまあ、何かが起きてましたね。まあ気にせず、見ていきましょう。ちょっとおそらく何かで事故っていたんでしょう。さあ、テトリス2連発打って、からの LJ イリュージョン。からのさらに LJ イリュージョンで、どん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 火力を送って、ここで積み込み体制。積み込み体制で総裁外して、下穴がまあ、かなり直列できているので、これは、いいですね。火力が非常に出そうな地形で、フランス側がまあまあ穴場だ。しっかり総裁当てていきますね。LJ イリュージョンを、ビー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 で総裁当ててくる。さあ、しかし相当地形いいぞ、これ。しかし、フランス側もまあ、こちら地形いいのを見て、おそらく総裁当ててきてますね。無難に総裁当ててくる。さあ、ジェイミノを機密してしまった。これは、どうだろう。しかし、フランス側もちょっとミスっているか。T スピンダブルからテトリスの地形でまとめ打ち。まあ、まとめちゃやっぱり強いんで。さあ、埋めて、テトリスにしに行った。テトリスにしに行って、ここで掘りに行きましたね。掘ってって、ダブルミラーで、T スピンダブルからの、テトリス。いやー、フランスが相当地形がいい。これはちょっと今、現状的には不利かな。さあ、T スピンシングルにして、あー危ない、ギリギリ。ちょっと危なかったですね。テトリス、T スピンダブル。さあ、お互い、置きミスしているが、どうだ、これは。T スピンダブル組み行って、ちょっとこちら地形悪かったけど、相手刺さりましたね。どうだったの?ちょっと受けが狭かったのかな?かなりこちらも危なかったけど、T スピンダブルがそのまま刺さっていく。総裁外されてから火力が送られる体制になっていると、もうかなり、てか地形悪かったんで詰んでた可能性が高かったですね。さあ、こちら DTN に対し、相手も、まあ、4列連チックだが、そのアイミノの縦置きは、連が繋がらなくなってしまうんじゃないか、フランス側。さらに、置きミスしているところに対し、こちら、まあ、無難に連発火して、強いですね。10連で、11連目で、さらに12連目の、これ、T スピンシングルなんで、非常に火力が高いです。多分、ライン数的には、6ラインぐらい飛ぶんじゃないかな。12年目でそもそも、5ラインぐらい飛ぶのに対し、まあ、さらにそこに T スピンが加わるんで、おそらく6ライン、7ラインぐらい飛ぶんじゃないですかね。相当強いですね。まあ、しっかり、まあ、T スピン最後に持っていく判断ですね、これは。連は連でも、その、最後の方に T スピンとか、まあ、テトリス、あることによって、まあ、火力が増加されるので、それを狙った、しっかり連のルートと、まあ、いうことですね。では、さらにもう一つ見ていきましょう。これは DT4 でしょう、おそらく。さあ、DT4 組んでって、フランス側がパフェ済みでパフェ取れる。大ミノでパフェ取って、さあ、穴はどう来る?まあ、悪くないですね。穴的には、そんなに穴バラでは来ていないので、まあ、問題なく掘れそう。さあ、ここ、欄干という技で、火力構築していき、さらに先読み、で、ティスピンダブル。さあ、ティスピン組むかと思いきや、これは、中開きにするか?中開き、危険にはせずに、妥協しましたね。若干中開け、途中中開けにしようか迷ったと思うんだけど、今のは妥協しに行った。相手の火力かなり送ってきてたんで、総裁外されたんで、ちょっと諦めた感じですね。無難にまあ T スピンにも派生できるんで、問題なかった。さあ、LJ イリュージョンからテトリスのまとめ打ちが、T スピンダブルで総裁当てるがどうだ?アイミノ、アイミノが遠いって刺さってしまう。まあ、エルミノだったかな。2ライン消しで妥協消ししてしまったんで、それを見て、しっかり火力を送って刺さりましたね。アイミノがまあ、しっかり遠いことを見ていたんで、今のは。余裕がある場面の時は、相手のネクストを見るっていうのも重要です。さあ、今回はフランス側4列組んでる。こちらも4列組んでいるぞ。さあ、これどうなる?ちょっと、どうだろう。こちら、ホリレンのルート怪しいが、ちょっと大ミノの置き場所なかったかな。入れるかこれ。Z ミノ、
味の、うん、S 味の指導の方が良かったけど、ちょっと相手の連を警戒して、ちょっと2ライン消しにしちゃいましたかね。さあ、大丈夫かこれ。T スピンシングルから、フランスが STSD 組んでる。火力高め。STSD からのサラインテトリスのまとめ打ちが刺さってしまいましたね。これはまあ、チキらずに、1ライン消しでもうちょい電をつなげるべきでしたかね。S ミノだったかな。T ミノで2ライン消しにしちゃったと思うんだけど、1ライン消しずつすればもう少し連がついたいと思うんで、そこが範囲でしたかね。さあ、今回は、下穴が T スピンダブルになって強い。しかし、ちょっと Z ミノを、下穴に置くのを躊躇して、これは、妥協して掘りに行きましたね。まあ、後々下穴を埋めてしまうと、やっぱり辛い形になってしまうんで、それを警戒した上での、Z ミノの、置き場所を考えたと。さあ、しかしこれちょっと地形悪いぞ。さあ、操作、ちょっと外されて、ビー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 やられるが、なんとか、T スピンダブル、テトリスが打てる地形になって大丈夫。まあ、穴バラ的には相当フランスの方がいってるんで、これは有利じゃないですかね。しっかり総裁外して、これ Z ミの T スピントリプルの先読みです。T スピントリプルの先読みで、フランス側が、T スピンダブルの地形を作ってたけど、ちょっと T ミノが遠かったんで、そのまま T スピントリプルの攻撃が刺さる。まあ、今のは先読みは良かったですね。その、まあ、先読みしておくことによって、火力の送る速度も上がってくるんで。後から、付け足すよりは、まあ、先に置いておく方がもちろん、早く相手に攻撃を送ることができるんです。その早く送れた攻撃が、相手の T スピンダブルを間に合わせなかったっていう、まあ、勝ちの勝因になったかな。さあ、フラスカは連でこれ結構繋がるぞ。L ミノ、J ミノ、S ミノ、O ミノか。S ミノか O ミノまでだったけど、O ミノで繋げて、10連、まあまあ強い。しかし、しっかり耐えてって、ランカンで T スピンシングルから、総裁外されるが、こちらも強気に総裁外して、T スピンダブルからテトリス。さあ、どうだ。フランスが歩みの奥でテトリス送ってるが、それを強気に外して T スピントリプル打ったのが、これは刺さりましたね。まあ、これはかなり強気な選択肢を取ったけど、結果的には良かったかな。お互いまあ、総裁外して激しかったですね、これは。しかし、火力で、ま、しっかり上回って、刺していくと。まあ、その T スピントリプルって、やっぱり、その、受けられるか受けられないか、相手がちゃんと見てないと、T スピンダブルだったら受けれるし、テトリス、バックトゥバック付きのテトリスだったら受けれるっていうこともあるんだけど、その TST はね、火力が思った以上に来るんで、まあ、こういう風に、予想外の攻撃力で刺さるっていうこともかなり、しばしばあるんで、まあ、今の、総裁外しの T スピントリプルは強かったですね、普通に。さらに丈夫なんで、TST 来ねえだろうみたいな思ってたら、あ、やべえ、刺さったみたいな。そういうことが割とあるんでね。強気に T スピントリプルを組むのもありと。総裁の外し合いっすね。しっかり総裁、まあ。まあ、なんつうんだろうな。強気なプレイですね。強気なプレイも時にはかなり重要になるということですね。はい。じゃあまあこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。